なんていうんですかね、これは強くてとりあえず返そうみたいなところもあったんですけど、やっぱりやれることを自分がやることってすごい大事だと思って、やっぱり昔僕もそれこそ相手が強いから自分もよく見せようみたいな、すごい表面的な気持ちがすごいあって、普段ここは打たないのに無理やり打ってかっこよく見せようみたいな、ちょっと普段声出してるのにここはちょっと相手も声出してないから出さないとか、なんかそんな、なんか本当に浅はかなんですけど、多分そういう気持ちって誰だって持ってるもので、多分その気持ちがあってもいいと思うんですけど、やっぱり勝っていこうと思ったら何か譲れないもの自分の中で持つべきだと思うんですよね。どんだけ強い相手でもこれだけは負けない、これだけは自分の得意なんだから、ここは絶対に負けたくないっていうところが多分あると思うんです。試合で負けるって分かってるっていうのはちょっと良くないと思うんですけど、それだけ強敵でもうこれは勝てないって分かってても、これだけはどの試合も譲れないっていうのがあると思う。簡単に言えば声を出すとか、最後まで走る、諦めないでもいいですし、それこそまあショットで言えばフォアハンドは強いからこれだけは相手に負けたくないとか、だからそういういろんなことがあると思うんですけど、その譲れないところをどれだけ強い相手に対しても通用するかどうか、それを実践できるかどうかってすごい重要だと思うんですね。それが結局ないとブレブレのまま、それこそ表面的にうまく見せようとか、恥ずかしくない試合をしようとか、そういう風な気持ちになってしまうかなと思います。まあただ強いから難しいところがあるんで、僕が一番そういう相手に実践することは目の前の1ポイントに集中します。もっと言えば目の前の1球に集中します。なんかこの試合がこの先0-5、0-6、ああ全然ゲーム取れないのかなって先を見るんじゃなくて、目の前の1球、あ、1点取れた、じゃあ次サーティー取れるんじゃないか、あれ取れるんじゃない、じゃあ次1ゲーム取る、1ゲーム取れた、じゃあ次ブレイクできるんじゃないか、次3ゲーム取ろうって、こうちょっとずつ目の前の目標をこう広げていくのも手だと思います、それはよく僕もやってて、案外そうやってったらいつの間にか強敵に勝ってたみたいなことがあるんですよね、本当にそれはもう先を見すぎないで目の前のところに集中するから、多分その目標が達成できるっていうところがあるんで、案外目の前のことに夢中になってもいいかもしれない。この試合をどうしようってこう自分で簡単に考えてしまうんじゃなくて、いつも通りもう目の前だけ最後まで、おお、ボールを、わー、エース取られた、でも次だみたいな感じで、こう目の前のポイントずつにこう目標を少しずつ持っていけば、強敵相手にも戦えるんじゃないかなと思います。それは無理でも一日一日やっぱそういう考えでやっていけば、いつかは絶対自分のものになると思う。そういう意識は僕は持ってやってました。わかりました。大丈夫ですか、ね、素晴らしすぎないですか。ちょっともう指導者講習会やった方がいいと思いますよ。